どうも、ラブチンです。100英雄伝やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日は最強サポートキャラランキングやっていきたいと思います。使えるやつ使えないやついますよね。今日はトップ5を発表します。それでは行きましょう。それでは第5位からいきましょう。第5位はヤエルですね。サポートスキルは気配隠しの霧、敵と遭遇しにくくなるスキルとなってます。このサポートスキル、アイテムのモンスター避けのお守りと同じ効果になります。モンスター避けのお守りとヤエルを同時につけることによって敵とのエンカウント率をゼロにすることができます。これ結構早い段階から敵と遭遇しなくなりますので、かなり使えますよ。第5位はヤエルです。それでは第4位ですね。第4位はペリエールですね。サポートスキルは頑張りなさい、全体の攻撃力と行動速度を上げるスキルです。パーティー全体の戦闘力が上がるので、かなりいいスキルだとは思うんですけども、うまくいかないと途中で抜けるキャラクターなんですよね。そこが残念。まあ、うまくいけば最後までいるんですけどね。そして攻撃力アップが重複しないっていうところが、残念ですね。ダイクストラを入手してしまいますと、ペリエールはほぼ使わなくなると思います。まあ、序盤の方だったら結構使えますので、第4位かなと思います。続いて第3位です。第3位はガラドゥル。サポートスキルは白人一閃、自分たちより弱い敵を切り捨て即座に戦闘を終わらせるスキルです。このサポートスキルが発動すると速攻で戦闘を終わらせることができるので、雑魚戦ではめちゃくちゃ使えます。特に英雄の試練場のノーマルの方、あそこではね、もうほぼほぼガラドゥルで行っておりました。使えますね。ただしエンドレスの50回以上ぐらいになるとガラドゥルは使わなくなるんですよね。第3位はガラドゥル。それでは第2位に行きましょう。第2位はロアン。サポートスキルは応急手当、戦闘終了後にパーティーの HP を 20% 回復するスキルです。このサポートスキル、ストーリーモードではほぼほぼ使わないと思います。ある程度レベルが上がってくると回復ほぼいらなくなるんですよね。なのでストーリーモードでは他のキャラクターを入れた方がいいです。ただし英雄の試練場のエンドレスの方、ロアンがめちゃくちゃ役に立ちます。特に53回以上ですね。どうしてもダメージを受けてしまうんですよ。で、回復手段が限られてる。そこにロアンを入れると、むちゃくちゃ役に立ちます。特に、3周目を過ぎる、84回かな?そこ以上行くときには、必ずロアンを入れるようにしてください。もう他のキャラクターはありえません。ロアン一択です。第2位はロアンですね。それでは最強サポートキャラランキング第1位です。これ間違いありません。エアが1位ですね。サポートスキルは爆速走法、移動速度が2倍になるスキルです。このゲーム、移動のストレスが半端じゃないんですよね。移動速度がとにかく遅すぎる。で、一度エアを装備してしまいますと元には戻れないですね。もう本当にもっさりしすぎてて、エアがないと生きていけませんね。はい、ということで今日は最強サポートキャラランキングでした。このランキングには個人的な意見が入っております。ご了承ください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。